これは想定と違う流れです。想定図を3枚マシマシにしてみましょう。手を緩めてください。メイドとしての心得です。生き延びるんだ。メイドとしての心得です。さて、次の恐怖映像は老人人形が12時間セットをしているこの映像で、アンキ、それはダメです。豪華だ。傀儡の言葉を制するように少女はつぶやく。もう飽きた。唖然とする人形をよそに少女は言葉を紡ぎ続ける。怖いシーンもずーっと続いたら怖くなくなる。マンゴーも二切れ食べると飽きるでしょ。それと一緒。いや、そんなことないのでは。オズオズと反論しようとした人形はマイク型の鈍器で頭を弾かれた。結構です。
ひなちゃんの言うこと聞かないから。邪魔するな！諦めない。人形たちは正座させられていた。しびれもしない球体人形の足を組み替えようとすると、ツインテールの少女に頭を殴られる。同じ机にってだけで、お互いに興味もないのにコラボしちゃったけど、やる以上はお客様に楽しんでいただかなくちゃ。シノアリスは暗すぎるから、もう逆に宮崎の大地を照らす、太陽みたいに明るい感じで行くよ。意味のわからない激励に反論しようとした人形たちは、再び鈍器で殴られた。